黒船を見た時の日本人ってすげえショック受けたと思うんですけど、もうそれにすごい近い。ということで先日私はですね iMac を購入したんですけれども、すごくたくさんコメントいただきました。なんで Mac Pro じゃなかったのか。僕はちょっと前 Amazon の裏技っていうところで Mac Pro にしてもいいんだけど買わなかったってチラッと言ったじゃないですか。こういう風にね Mac Pro も売っていて、これね買おうかどうか実はすっごい迷ったんですよ一時期ね。今でも Apple の整備済み商品を見ると Mac Pro は残っています。どうしようかって本当に迷って、で僕ちょっと前に牛院さんとコラボしたじゃないですか。牛院徳川さんね、牛院さんと会って僕が撮りたいなって思ってる映像の他にカメラが回ってないところで僕はすごい色々本当に聞きたいことがたくさんあったんですよ。どういう機材を使ってるのかもそうだし、どういう編集をしてるのかっていうのもすっごい本当に知りたくって、で牛院さんの編集を見るとさ、すっげー早いのよ。もうびっくりするぐらいどんどん進んでいくわけよ。さっきイラストレーターでデザインしたこの文字を早い持ってきて、でこうなんですよね、はい、こういう文字を作って、こんな早いのプロはやべえな。で牛院さん家にはねものすごい数の Mac があるんですよ。まだ今のゴミ箱の形になる前の Mac Pro もあるし、お Mac じゃないこれ、 Mac 1台だけしか持ってないのがしょべえなあれなんでここにもあるの、何台持ってんだよ。すごい本当にたくさん機材があって、僕はその時にね本当にコンピューターどうしようってすごい考えてたんですよ。もうさすがに iMac も限界だし、 Mac Pro でも全然いいなって思ってて、でも本当に Mac Pro でいいんだろうかっていう最終判断が分かんなかったから、僕はね普通に聞いたら Mac Pro を勧めるんじゃないかなって思ったんですけど、ユインさんが勧めたのがね iMac なんですよね。なんでなんだろうなって思って聞いたら、 Mac Pro はまた全部買い直さなきゃいけないんだっていう話になったんですよ。 Mac Pro ってあのゴミ箱あるじゃないですか、あれだけがポーンってくるわけですよ。モニターもマウスも何も全部ついてないから全部買い直さなきゃいけないし、じゃあ 3D とかさグラフィックとかをもうずーっとバンバン回すのであれば、まあ、それはすごく価値があるんだと。だけど別に YouTube の動画っていうのはこういう風にカメラで撮影して、でカット編集をしてテロップを入れるっていう、まあちょっとレベル的にはそんなに高くないわけですよ。僕前も言いました、編集っていうのは本気なんですね。だからそこまでの Mac Pro を求める必要はないんじゃないかっていう話になって、で牛院さんが現に今何のパソコンを使ってるかっていうと Mac のレート2011なんですよ。あんなに Mac Pro 持ってて最終的に使ってるのはね iMac のレート2011なんです。それにまずびっくりして、なんで iMac なんですかって聞いたら、やっぱ iMac はすごく性能がいいらしいんですよね。ユニさんの使ってる iMac はもうフルカスタムしてるわけですよ。積めるところまで積んでる状態で、僕のよりも性能は悪いんですよ。だけどすごいスピードなんですよ。ものすごい速くって、僕はそれに対してすごくショック受けてしまって、黒船ってあるじゃないですか。黒船を見た時の日本人ってすげえショック受けたと思うんですけど、それにすごい近い。だから僕にとってだからペリーがギュインさんみたいなね。こんばんは、ギュイン徳川です。すげえ衝撃だったんだよね。目の前でものすごい速さでパパやっていくし、でショートカットもすっごいうまく使ってるし、うわーと、これがクリエイティブなことで飯を食ってる人なんだって、それをすごい目の当たりにしちゃってね、まあとにかくすごい人だったなって、その一言で僕の中でもうカチッとスイッチが入って、でその日の夜に全部注文したっていう感じですね。その間もまだ子供は生まれてなかったから、もしかしたら何かあるかもしれないなっていうのもあったんですよ。子供がもしかしたらちゃんと生まれないかもしれないとか、障害がもしかしたら出ちゃったらどうしようとか、ほんといろんなことを考えて、一応念のため注文はしたけど開封はしてなかったんですね。子供が生まれて母子ともに健康だっていうのが分かった瞬間に開封したっていう感じです。これで俺はもうやっていくぞっていうのをちょっと決めたっていう感じかな。 Mac Pro を求めるっていうのは専門的じゃない限りはね、いいんじゃないかって僕は思ってるんですよね。それこそ高度なことをやるのであれば Mac Pro は求めてもいいのかもしれないけど、 YouTube に投稿するのであれば iMac でいいんじゃないかなって僕は思っています、という話でございました。ちょっと雑談だけどね。でも僕はですね、今の iMac フルカスタマイズして本当に良かったと思ってます。本当にストレスもないですしね、まだまだ本当にやりたいこと、作りたい動画たくさんあるので、俺はまだ頑張っていくからな。というわけで今日の動画はこの辺で、この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた明日ね。じゅー。